日本の真田真希子選手が登場してまいりました。真田選手のゆか運動というのはどうなんですか？そうですね、本人も一番得意な種目だと言っておりますので、楽しみにしたいと思います。はい、大学生になったんですね。はい、若い選手をどんどん引っ張っていってほしいですね。今度は真田真希子選手のゆか運動をご紹介することにいたします。なんとか日本勢も一つ期待をしたいんでありますが、ゆか運動の真田真希子、得意のゆか運動であります。宙返りから3回ひねり、はい、はい、決まってます。ちょっとひねり切れませんでしたね。はい、ちょっと下がりましたけれども、ね、大きな減点ではないので、はい、いい得点が。よく頑張りましたですね。そうですね、この1種目出場ですけれども、いい演技だったと思います。はい、立っているだけでも線の美しい選手ですので、日本の中では動きの上手な選手ですね。